はい、どうも秘密結社笛ガム総帥ハッチーでございます。今回は笛ガムスポーツ第373回ということで、今日のですね、中山7レース小馬の一生クラスのレースに僕のね、一口持っているテトラコークが出走するというね、どうでもいい話というかね、どんぐらいどうでもいいかっていうと、もう単勝万馬券近いんでね、この後の買われ方次第ではもうね、応援馬券買う人僕以外みんな買っちゃったんじゃないかなぐらいのノリでね、単勝万馬券になるんじゃないかなって気がしてる馬なんですけども、まあそれでもね、ちょっと今回は期待をしたいなと思ってるんで、まあそんな話をね、してちょっとだけしておきたいと思います。まあこの馬、一勝クラスに上がってから、未勝利を勝ち上がってから、まあ、2.3 秒差っていう大敗が2回続いてね、どうかなと思ってたんですが、全然そう。一応ね、このクラスに目処が立ったかなっていう発着、差もね 1.3 秒差だったかな、まあ1秒詰まったんですね。まあとりあえず3アウトも回避して現役続行ということになりましたと。まあそれでね、まあ全然走で回避したんで、今回でもまだこれダメでも2アウトなんですけども、前走大塚海斗騎手3キロ減、若手騎手を使って、まあ新人騎手を使ってね、しかしまあ着差は 1.5 秒差、まあ着順こそね微妙でしたけどね、大塚騎手もまあその後自爆のね、あの落馬で落ちちゃったような感じでね、あんまりピンとこなかったんですけど、まあそれでも着差はね 1.5 秒差、まあ 1.3 秒差だったら全然相当そんなに変わんなかったんで、まあこれぐらいやっていく力はあるのかなと。8着ぐらいはまあそれだとね、ちょっと一口話的には赤字なんだけれどもという中で、今回まあ距離延長ということでね、上のアップコークとかもね、芝の中距離で活躍している馬ですし、まあスピード不足とはいえ中距離への挑戦っていうのは、距離延長っていうのはね、一つ楽しみはあると思います。まあそしてね、妹が明日桜花賞トライアルアネモネステークスの方に出走するんでね、まあその前祝いというかね、そんな感じで、まあ、ここでね、一つちょっとでもね、お姉ちゃんいいとこ見せてよということでね、まあ、そんなことも含めて期待をしています。まあ、ノーザンファームの馬なんでね、3ヶ月を超えて間隔を空けて乗り込んできたっていうのは、まあなんとか自力強化を目指してというところがあると思います。まあそろそろね、年齢的にもここでダメなら厳しくなってくるね、5歳馬だったはずでね、まあそうなってくるとね、まあ僕もここは間隔空けてわざわざ乗り込んできたぐらいだし期待をしているんですけども、ここで期待を裏切られるようだと、まあ、ちょっと今後厳しいなということになってしまうとも思っています。まあ、なのでね、単幅100円ずつでも買っておきゃちょっとあれかなっていうぐらいのオッズになりそうなんで、応援馬券買って見ておきたいと思います。以上ハッチーでした。